コンビニに買い物行ってくるけど、なんかいる？ピザマン、アメリカンドッグ、せめて椿の方を見ながら言えよって気もするんだけど。どうも、カバシンです。テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。さて、チャンネルは金曜日。本日は一番好きな花、5話です。本当は過去の自己嫌悪だったことを話すのは、自己満足の自己嫌悪なのか、お互いにクローズにしてきたことは何なのか、耳を貸す相手がそれぞれにいること、それぞれが本当は欲していることにも研究する。もみじの高校時代からのご縁が絵の仕事につながるのは、そのまんま嬉しいと思えばいいと感じた方は少なくないと思うのね。アルバイトしながら先の不安もある中で継続することより、仕事一本で解決すること、まあお金の面でですけど、解決することは山ほどあるわけだから。ただその相手が高校時代にぼっちのやつだったこと、そういう相手は裏切らないと、そういう相手は自分と平行でいられると、ずっと永遠でいられると、そこにあったもみじの本音のトロ、こういうの打算的って言葉も使われるんですかね。ぼっちって周りから見ての判断ではなく、自覚があるもので、それはもみじのように高校時代も友達多く過ごしてきたようなやつでも、実は実感していたからこそ、そこには共鳴するものが本当はあったのではなかろうか。しかし今回の5話ではそれが優しいふり、いい思い出を勝手に塗り替えないで、自己嫌悪と相手だって分かっていたことさえも、もみじが正直に吐露してしまっただけに、ここは耳を貸す関係にはなれなかったんだよね。おそらくこの2人だって腹を割ることがもっと時間をかけられればとも思うけど、その時間をかけるっていうことを全部すっ飛ばして、共感するタイミングの良さがある人が耳を貸す人になるかもしれないということのような気がする。その耳を貸すことになるかもしれないパートナーとしての、それが新しく関係性を作りそうなのがこの2人。人と話すのが苦手という行方の妹、この身がやはりクローズアップされてきてる。きっかけはとても単純で、前回の4話でパジャマを用意してあげたこともあるけど、行方があっという間に仲良くなった相手は姉妹だからこそ、それとも何かシンパシーを感じる相手って、そういうことなのかもしれない。ところで、この写真が公開されていたけど、本当に姉妹のようですごくいいよね。斉藤飛鳥さんが難しい役どころをメインからちょっと離れて演じている感じがあって、今後どのぐらいの頻度で画面に登場するかはわからないけど、存在感があるのはやはり乃木坂以来の、それが健在というところか。今回行方の仲良しで、学生時代に塾で一緒だった、性別を超えた唯一無二の存在、赤田小太郎とその新婚相手の奥さんが出てきたんだけど、やはり後からまだまだ関係出てくる、終わってないよ、一回だけで終わるわけないって言った通り、生方美久さんの構成がこういうところをむしろ忘れさせないってのもかなり好きなんだけど、ばったり会ったあの日のあの陶器屋さん的な場所、そこでは4人のためのマグカップを買う行方がいて、ほんの数分言葉を交わしていたけど、あれは奥さん分かっちゃうよね。あれはもはやバレてないと思ったらいけない。ただ奥さんは元カノと思っているっていうのは、やはり継続しているっていうか、ここはね、赤田が2人きりでカラオケ行く相手っていうのを、それだけで許せない関係っていうのは、イコール付き合ってるっていうことに変換されちゃうんだろうな。ここは浮気の線引きととてもよく似てるってことになりそうだけど、そういや椿の結婚相手、結婚予定だった相手、スミレにもそういう相手がいて、ところがなんだかモヤモヤっとしたことになっちゃって椿と破局してしまうというのがあったんだけど、次回6話でこの赤田がなぜか椿の家にやってきて、またまた行方と再会してしまう予告があったよね。行方と赤田は元友達というキャラクター設定になっているけど、6話でどういう展開になるのかもまた見もの。そしてまた
少しずつ本音が出てくる中に、もみじの恋愛感情として行方に向かう気持ちを押し込めてる。それそしてまた若手チームのもう一人ヨヨもちょっとその椿に対しての感情を持つのがありそう。またお互いに気がついていないようだけど、椿と行方にもどうもこうなんか別のものが芽生えそうな気もするんだけど、皆さんどうですかね。しかし全てが4人という括りの中で、もみじの行方に対する気持ち同様に押し込められていくとするならば、次の6話、再び赤田が登場することで、何らかの、これが何らかの起爆剤になるのかもしれない。ところで、コンビニに買い物行ってくるけど何かいる？ピザマン、アメリカンドッグ。せめて椿の方を見ながら言えよって気もするんだけど、これが許されるのは、結局お互いの信頼関係があればこそであり、これドラマでよくありがちな光景だけど、現実にやられると、やられるって椿側ですけど、結構ムッとしてしまうこともあると思うのね。でもそこに憧れると思った方は結構いたのではないかと思う。それこそがこの4人が心の底で会話ができているってことなんだろうし、耳を貸す、それもできるっていう間柄なんだってことなんだろうけど、これが今後もぬるま湯みたいな関係で続くのか、それとも永遠と続くのか、ドラマの根底にある男女に友情は成立するかのクライマックスとは、むしろここから始まるのかもしれない。今あることをネットで語るがラジオのように聞いてほしい Like a Radio。 今後もぜひチャンネル登録高評価楽しいコメントをお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。それではまた。お相手はカバシンでした。 Sweet and see you. Adieu.